明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対中日ドラゴンズ7回戦の模様をお送りしてまいります。スワローズの先発は右の斉藤、対するドラゴンズの先発はベテラン山井、以上の両先発。さあ間もなく試合開始となります。まずは1回の表、ドラゴンズの攻撃。トップバッターは岩崎、外角低め、見送ってストライク。まずは初球決めてきました。カットボールはストライク、バッター追い込まれました。投げた、変化球はアウトローへ、ボール。カウントはワンボールツーストライクです。打ちました、内野ゴロ、バーンハート、ボールを掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター大島、投げた、初球を打ちました、センターバックしていった、ヒット。バッターランナーは一塁蹴って二塁、大島ツーベース。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。バッターは3番エドガー、この後に控えているのはクラーク、切れていきます、ファール、投げました、ストライク。バッター追い込まれました、外角低め一回、見逃し三振、ズバッと決まって三球三振。初球を打った、一二塁間のゴロ、アウト、スリーアウトチェンジ。二塁ランナー大島残塁に終わりました。これからドラゴンズの攻撃に入ります。バッターボックスは平田、現在の打率は2割6分7厘。投げました、インコース低めいっぱい、ストライク。投げました、アウトロー際どい球、ボール。カウントワンボールツーストライク、投げます、変化球、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。投げました、外角低めいっぱい、ストライク。投げました、ストレート見送ってストライク、あっという間に追い込んだ。打ちました、ピッチャー返し、そして今拾い直した、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターはフランシスコ、まっすぐ見送ってストライク。1球目ストライクから第2球投げた、2球目空振り、タイミング合いません。投げた、打った、レフトへ持っていった。ドラゴンズ3人で攻撃を終了しています。バッター斉藤、第9投げた、危ない球、初球外れても、はっきりしたボール球、投げた、ボール。カウントは2ボールノーストライク、第3球を投げた、ボール。カウントは3ボールノーストライク、次は4球目、1塁、2者連続。これからドラゴンズの攻撃に入ります。バッターボックスは森野、投げた、直球ストライク、アウトローへ、初球まずは入れてきました、投げました、アウトロー空振り、バッター追い込まれました。投げました、一つ外してボール、大きく外れました。カウントワンボールツーストライク、打ちました、いい当たり、センターへの打球、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは山井、投げました、初球はチェンジアップ空振り、チェンジアップに全くタイミング合いません。投げました、2球目はストライク、あっという間に2ストライク、投げました、低め、ボール。カウントは1ボール2ストライクです。投げました、高め、ボール球打った、ピッチャー返し、斉藤今拾った、アウト。これで2アウト、ランナーありません。次のバッターは岩崎、最初のバッターボックスはショート、初球から打ってった、打球は三遊間へ、アウト、スリーアウトチェンジ。ドラゴンズ三者凡退、得点はありません。ゲームは中盤戦に入ります。バッター大島、現在の打率は2割4分6厘。第2球投げた、変化球ストライク、インハイへ、投げた、1球外した、ボール。カウント1ボール2ストライク、投げた、打った、1、2塁間へ、畠山取った、ベースカバーに入る、斉藤取ってアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。投げた、外角高め見送ってストライク、投げた、インローギリギリいっぱい、ストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ、投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、1、2塁間への当たり、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターボックスはクラーク、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました、ストレートはボール、カウント1ボール1ストライク、投げました、見送ってストライク、バッター追い込まれました。投げました、ボール、カウントは2ボール2ストライク、空振り三振、バットアウト。最後は渾身のストレート、最後は空振り三振に倒れました。バッターは斉藤、第9投げました、
打ちました。初球打ち抜けた、ボールは中継、斉藤ヒット。これからドラゴンズの攻撃に入ります。バッター平田、今日の第一打席はスイングアウト。第2球投げました。2球目はストライク、バッター追い込まれました。低めボール球打った、当たり損ない、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターボックスは藤井、最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。投げました、打ちました、これはショート正面、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターはフランシスコ、第1打席はレフトフライに倒れています。第2球、2球目はストライク、バッター追い込まれました。打ちました、川端落下点に入った、サードキャンパスの横取りました。斉藤、ここまできっちり一安のピッチングが続いて、バッター斉藤、第9球ランナーしたキャッチャー狙いへ送球、タッチはセーフ、盗塁成功。中村、今シーズン4個目の盗塁を決め、打ちました、ライト前に出る、ライトバックホーム、斉藤ヒットを放ちました。ゲームは後半に入ります。バッターボックスは森野、第1打席はセンターフライに倒れています。直球決まってストライク、まずは初球決めてきました。投げた、打ちました、三遊間の当たり破っていった、森野ヒットを放ちました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。第9投げた、アウトローを見送ってストライク、初球まずは入れてきました。ボール、完全なボール球、カウントワンボールワンストライク、高めボール球打った、掴みました、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。投げた、初球外れてもバッターよく見ました、投げた、見送ってストライク、伸びのあるストレート、低めボール球打った、三遊間の打球、二塁アウト、セカンドから一塁送球、これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。まずは一塁牽制、タッチセーフ。第1球直球ストライク、インローへ。第2球変化球ストライク、インローへ。バッター追い込まれました、ライト高め、空振り三振、ボール球で仕留めました。斉藤、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。6回の表、ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。バッターはエドガー、今日は三振とセカンドゴロ。第2球投げた、2球目はストライク。第3球を投げた、打ちました、一二塁間のゴロ、斉藤取ってアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッタークラーク、今日はセカンドゴロと三振。第2球投げました、ストライク、軽く追い込んでまいりました。投げました、縦のスライダー、空振り三振、斉藤見事なピッチングです。そして次のバッターは平田、今日は三振とショートゴロ。さあ次の投球、投げました、縦のスライダー見送ってストライク、投げました、低め、空振り三振。斉藤、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。ランナー1人を置いて迎えるバッターは斉藤。第9中村スタート、二塁送球はどうだ、判定はセーフ、盗塁成功。中村、今シーズン5個目の盗塁、打ちました、センターへのフライだ。これでワンアウト、ランナーは2塁。これからドラゴンズの攻撃に入ります。バッターボックスは藤井、今日はピッチャーゴロと、初球を打ちました、ボテボテの当たり、ショートから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはフランシスコ、今日はレフトフライとファールフライ。第2球投げました、決まってストライク。第3球を投げました、ストレートはボール、インハイへ打った、一二塁間へ、一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。続くバッターは森野、初球外れてボール、投げた、2球で空振り、投球はこれから3球目、打ったいい当たりだ、ライト交代、打球はライトへ、森野ヒットを放ちました。ピンチヒッターはランドルフ。第9投げた、初球決まってストライク、まずは初球決めてきました、インコース低めストライク、バッター追い込まれました、1球外してボール、カウントワンボールツーストライク、投げた、打ちました、斉藤ボールを取る、ピッチャーから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。
斉藤、ここまできっちり。バッター、斉藤。第9球、投げた。見送ってストライク。いきなり151キロ。初球ストライク。打った。セカンドライナー。一塁残塁。8回の裏が終わりまして、5対0。スワローズ、現在5点をリードしています。代打は藤島。ストライク。初球、まずは入れてきました。投げた。打った。痛烈な当たり。破った。藤島ヒットを放ちました。バッターは代打高橋。ドラゴンズ代打攻勢に出ます。第2球投げた。打ちました。一二塁間の打球抜けた。高橋ヒットを放ちました。さあノーアウトランナー一塁二塁とチャンスを広げました。このチャンスはなんとかものにしたい。初球を打った。これはゲッツーコースか。一塁アウト。斉藤完封勝利まであと2人。今日2三振のクラーク。さあここは勝負するか、それとも満塁策を取るか。打ちました。いい当たり。ボールはライトへ飛んでいきました。ランナーそれぞれ自分の塁に戻ります。アウト。ゲッツー。ゲームセット。斉藤見事な完封勝利。見事ドラゴンズを下しました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大でございます。